パート2ですロシアとウクライナの歴史宇山先生のレクチャーですさてパート2からいよいよこの歴史に入っていこうと思うのですがどのあたりからえっと始めたらよろしいでしょうか宇山先生お願いいたしますはいよろしくお願いいたしますあの2月のあれは6日でしたね タッカー・カールソンとプーチン大統領がこのインタビューをいたしまして、はい、あれが世界的に非常に大きな反響を巻き起こしたわけなんです。はい、あの時、プーチン大統領は、とうとうとロシアとウクライナの歴史について話しておられましたね。最初の30分間以上、そして後半でもですね、 えー、現代史についてて語っておられました、うんまあその時プーチン大統領はあ9世紀のノブゴロド国からですね、はいはい、話をずっと起こしてロシアとウクライナというのはこういう歴史をたどったんだとその歴史認識というものがきちんとし,たしていなければ今日のウクライナ戦争というものも語れないんだという一貫したスタンスでですねあのインタビューを進めて えおられたわけなんですね、まあ、私たちとしては、ですねさらに遡ってですさ、ね、らにはっ、い、て、うん、このロシア人とウクライナ人ということを考える上で、ね、重要なキーワードとなります、まあ、スラブ人というこの民族のくくり、うんはい、これは一体何なのかというところから話を起こしていくべきだろうというように考えます。つまりこれはスラブ人とは何か はいは紀元前10世紀あ紀元前10世紀あかなり3000年ぐらい前になっちゃいましたはい、はいうん、そうですねそこから話を起こしていくとお、はい、いたしましょうかはいありがとうございます BC10 世紀ですねはいそうですねあのスラブ人というのがもとこのどこにいたのかという点なんですけれどもまあこれまでの研究ではですね、はい、ウクライナ西北部からベラルーシで あたたりにまあ居住をしていたとこれがもともとのスラブ人の現住地、原っというのはもともとの原という字の現住地ですねであったというふうに考えられて、えー、いたわけなんですけれども、ですね、まあ、最近の研究ではそうではなくて、ですね、えー、バルト三国やフィンランド付近に居住をしていた可能性が高いということが 指摘をされているんですね。随分北の方ですね、では。うん、そうですね。かなりやはりその北の方にシフトをしているという状況であって、うん、まあそこに紀元前10世紀頃に現住地に抱えていたのが、まあ、ウクライナ西北部からベラルーシに南下をして、まとまったスラブ人の集団を形成をしていくということになると、このように言われているわけなんです。 南化をしたってことですね。ねをした、はい、押さえておきます、はいえー、さらにですね、このスラブ人、まあ、紀元前8世紀頃には南化をいたしましてね、ロシア東欧、バルカン半島方面にですね、広範囲に移住、拡散をしていくわけなんです。はい、でこのときですね、まあ、古代ギリシャ人とスラブ人が出会うわけなんです。 うんまあ紀元前8世紀というと、はい、このギリシャ世界が没航してくるという時代だというふうに、世界史なんかで皆さん習われると思うんですけれども、その時代のいわゆるこのギリシャ人とスラブ人が出会うというのが、紀紀元前8世紀の頃なんです、うん、南下してきたスラブ人と、えー、と没航してたギリシャ人が。 はい、ちょうどバルカン半島またはあのあ,のあの辺りでなんか出会うことになった。はい、そうなんです。うん、出会ったわけなんですね。で、古代ギリシャ人がね、このスラブ人と出会った時にあに、こう聞くんです。お前たちの,その話してる言葉は一体なんだと。はい、私たちには理解ができないと。はい、その言葉は何なんだと言って、古代ギリシャ人がスラブ人に聞いたんです。そうするとですね、スラブ人は、 私たちの話している言葉は言葉であると答えるんですね。うん、その言葉というのがスラブ語で、えー、まあスラブという言葉の意味なんです。ああスラブとは言葉という意味なんですああ。今のロシア語もそうなってますよね。はい、そういえば、はいはい。で、この言葉という意味のスラブというのを聞いたギリシャ人は、うん、ではお前たちをスラブ人と呼ぶことにしようと。はい いうことになったわけなんですねあ君たちの話している、えー、と言語は何なんだって言ったら言葉だよというふうにスラブ人が答えてきて、はい、あじゃあ君たちのことを言葉人間と呼ぼうみたいなこんな感じだったってことでしょうかう、はい、まさにそうです、うん、はい、まあ、言葉人間、うん、つまりそれがスラブ人になるということなんですね、うんうん、でそしてですね 奴隷にしはい、うんはい、やはりその古代ギリシャ人の方が文明文化レベルが明らかに高かったがゆえにスラブ人が下位に置かれたんですねこのスラブ人たちが奴隷とほぼ同義の意味を持つようになってきてうん、うん、えそしてこのスラブ人というのが 奴隷というような意味合いになり、ローマ帝国時代にはですね、あのスクラブスという、まあえー、この奴隷というラテン語がありますけれども、うんうん、そのスクラブス、奴隷というのが、スラブから派生をしてくる言葉になるわけなんです。うん、英語で言うところのスレイブのことですね。はい、うん。だからまあ、このスラブというのは、奴隷という意味も同時に 持っていくことになるわけなんですが、それはまあ、古代ギリシャ人やローマ帝国人が彼らを奴隷として国史をしたからだと、こういうことが言えるわけなんです。元々はでも言葉だったんだってことですよね。ね、うん、その通りであります。うん、あの、はい、特にこのスラブ人はですね、非常にまあその金髪碧眼で、うん、美しかったわけなんですね。うんうんうん ローマ帝国時代でもですね好んでえこの美しいスラブ人の女奴隷たちが、まあ、セリー奴隷市場で、えー、売られるということがありました、うん、途方もないこの値段でですね売られているということも少なからずあったということが言われているんですね、まあ、このスラブ人のもう奴隷狩りがギリシャ・ローマ時代に行われたその背景というのは スラブ人女性が非常に美しかった、まあ、そのことにおいて、ギリシャあ、ローマ人が盛んにスラブ人狩りを行ったという背景が私はあろうかと思います山さんの、えー、といろんなご著書にも、それを描いたなんか絵画みたいなものが、挿絵として,載っ,てら載っけてらっしゃいますよね。そうですね。うん、まあ,あれはあのヨーロッパ人にとってはですね、あの絵のイメージというのはローマ時代に、 スラブの女奴隷が売られていたというあのイメージというのは、うん、もうかなりその心の中に根ざしたイメージだろうと思うんですよねあ。あれがやっぱりこのスラブ人イコール奴隷というような、うん、そういう,う一種差別的な意識というのが、ゲルマン人やラテン人の中には根付いているのではないかと、うん、まあ言葉に出してね、そんなことを言う人はいないと思うんですけれども、えー、心の奥底の中に根付いているもの。 私はそう思いますそういうその心の奥底のもの、まあ、それをメンタリティぐらいに呼ぶとして、そういうメンタリティは目に見えない形で現代社会をこう縛ったりすることもありますよね。え私はそう思いますね。で、BC8 世紀にその南下してきたスラブ人とギリシャ人が出会い、そしてその、まあ、スラブ人が海に置かれることも多かったという。 お話なんですがその後ギリシャという、えっと、地域が哲学者の輩出というものも含め、はい、BC6 世紀あたりから4世紀あたりまで非常な文化の流星を見せますよね、うん、その通りです、まあ、あこの時にもですね、えー、あのギリシャがあれほど栄えたのはこのスラブ人奴隷の労働力というものがあったからあれほどの,そのインフラの整備ができたともう 言わわれているわけなんです一方で、このスラブ人たちは、このギリシャの勢力が拡大をしてくるにつれて、さらにこのバルカン半島の北方へと追いやられて、バルカン半島の北部からさらにはロシア方面、ウクライナ方面へと分布をしていくと、僻地にと追いやられていくと。 いう平れ地に追いやられている家庭がロシア化の家庭ということなんですね、では。のその通りです。中心がやっぱりギリシャにあったということから。はい。中心はですね、この時代、ギリシャであり、オリエントであったわけなんです。うん、やはりオリエントのです、ね、アケメネス朝ペルシャなどが、まあ、大帝国を形成をしており、 そこが世界の中心であったと、最も攻撃も坂の坂なところであった、そのエーゲ海から地中海といったところをスラブ人が目指していたわけなんですけれども、うん、やはりそのギリシャ人勢力に阻まれて、北方にとどまったと、その北方の地がロシア、ウクライナ一帯だったということが言えると思います。うん そしてこのアキメネス朝ペルシアというその帝国が紀元前において非常に存在感を持って語られるんですがその間、えー、とスラブ人たちは今のそれこそ白ロ,ロシアとかウクライナとかあの辺に定住し始めたってことでしょうかはいその通りですででその、はいはい、その間のですね、うん、あのスラブ人の歴史というものの記録がほぼ、うん 残残っってていないいいななんですほぼ残っておりません。うんうん、まあ,あこのスラブ人がですねギリシャ人と比べて、えー、高度な文明というものをロシアでもウクライナでも形成をすることができなかったということがその原因ではなかったかというふうに思います。うんそうするとその記録に残らないまま えー、スラブ人たちがそういうあのロシアの地域に徐々にえっ入ってきつつあったというこれで紀元前の世界は過ぎていくわけでしょうかえそうかそですね、うんえー、実はこの紀元前のみならず、うん、中世も一貫してですね、うん、ほとんどそのよく分かっていないという部分があるんです、うん、まあ4世紀の後半からですね、うん、ゲルマン人の大移動が始まっていきますよね。はい、はい でまあ、その中でも東欧やバルカン半島のスラブ人は、うん、あー一体どういうその歴史的な役割をしていたのかということがほとんど分かっておりませんあ<っ>、まあ。ゲルマン人と混血をしながら、うん、その純血が失われていくということはこれはまあ明らかなんでしょうが歴史的にどういう役割をしたのかというのもゲルマン人の大移動ということの影の中に隠れてしまってこの。 4世紀あたり、5世紀あたりのスラブ人の動きというものも実は分かっていないというような状況なんです。うん、ああ、そうですか。はい、そして、このちょうど次の5世紀に西ローマが滅亡してしまいますよね。はい、ところが、東ローマの方はその後、結構長く続いて、はい、そ,その東ローマっていうのがいつの間にかビザンツという呼び名に変わってしまうような気がするんですが。ええ、その通りです。 あの、まあ、コンスタンティヌス帝がですね、コンスタンチノープルに戦闘をいたしますね。ローマを捨てて戦闘をすると、うんまあ。その時以来、ローマ帝国の中心はコンスタンチノープルに移ったわけなんです。で、えー、今おっしゃっていただいたようにですね、えー、この早くも西ローマ帝国は476年5世紀には滅びてしまいます。えー、残った東ローマ帝国。 これはですね、1453年まで続くわけなんですね。その後、1000年間続くわけなんですが、この東ローマ帝国は、ビザンツ帝国とも呼ばれるんですけれども、うん、そのビザンツというこの名称は、昔、このコンスタンチノープルがギリシャ語でですね、ビザンチウムと呼ばれていたと。と、はいうん、いうところでですね、まあ、古いこの、えー、ギリシャ語の名称を使って、 ビザンツ帝国というように呼ぶということになったわけなんです上山さんのご著書の中でも、のこの時のこの、まあ、ローマからコンスタンティノープルへの重力の移動っていうのは、非常に自由を得たものであったっていう、そういうくだりがあったような気がするんですが。はい、えー、そうですねあの。ローマ帝国が拡大をしていきましたけれどもですね。 しかしやはりその時でも依然として経済的に豊かであったのは東側だったんですよ。東側はい、うんええ。決してそのローマを中心とする西側が経済的な中心ではなかったんです。ーローマだけはですね、確かに非常にその栄えてはいたんですが、ローマから一歩外を出ると、イタリアから一歩外を出ると、 もう完全にこれはもう未開の地だったんですね。ヘ、はい、ルマン人なんかが割拠するような、うんあ、そういうその未開の地が広がっている状態に対してですね、東側は貿易で栄えておりました。まあ、このオリエント地域の歴史的な発展の基盤ということもありですね、そのオリエント地域と貿易をすることで大きなその富が東側には 流入をしていたわけなんですえそれゆえにですね、まあ、ローマ帝国はこの衰退をしていく中で経済的なうまみというものをつかむためにも東側に戦闘していくという流れになったわけなんですなるほどはいでそのビザンツ帝国というのはローマ帝国西ローマ帝国がある頃からなんかあの、はい 距離を取ってあの、西ローマとはちょっと違うような、そんなあの政治をやっていたような気がします。で、代表的にはなんかロー、西ローマの方では教皇と皇帝がなんか別々な人だったのに、その東ローマ、つまりビザンツでは教皇と皇帝が一緒なんだというふうに習ったのですが。はい。 あのまさにあの皇帝強硬主義でありますね。でありますね。実質的にビザンツ皇帝が宗教権をも握っている状態というのが、これが、まあ、ビザンツ帝国の国家形態なんですね。はい、あのコンスタンチノープ総司教という、うんまあ、この東方正教会を取り仕切るトップがいるわけなんです。はい まあこのコンスタンティノプル総主教は西側でいうところのローマ教皇のようなものであります。今日でもこの正教会のトップはこのコンスタンティノプル総主教ですね、えー。トルコにイスタンブールに置かれている、まあ、その、えー、総主教長というものが今でもえございます。で このコンスタンチノープル総司教の人事権をビザンツ皇帝が握っていたんです。ああなるほど、うん、えですから、このビザンツ皇帝の息のかかった人間が、歴代、このコンスタンチノープル総司教を務めているという形になっていたので、まあ、事実上、この宗教決定権をも皇帝が持つと、えー、これが皇帝強硬主義。 えー、もっと言した。うとですね、ビザンチンハーモニーという言葉もあるんですねあ今、初めて聞きました、ビザンチンハーモニー、はい、はい、ビザンチンハーモニー、これはですね、まあ、コンスタンチノープル総司教と皇帝が協、うん、調する体制のこと、はい、それがビザンチンハーモニーなんですけども、当然、この、えー、息のかかった人間が、皇帝の息のかかった人間が総司教になりますからね。 お互いその持ちす持たれつの癒着関係というのがそこに出来上がっていくわけなんです。これがまあビザンチンハーモニーです。一方、西側はこれは強皇と皇帝が全く別のもので、たびたび対立をするというところで、この東側とは全く違うと。つまりこの東側の皇帝というのは非常に力が強かった、強大な 権限を持っていたのに対し、西側はあそれほどの大きな、えー、皇帝が権限を持たなかったということが言えると思うんですね。そして山先生、ちょうどここまでお話が及んできたので、はい、この時に出てくるこの正教会という、この言い方ですよね、東方正教会とか、はい、ロシア正教という時のこの政教という概念が、今一つつかみにくいんですが。 はい、この正教というのはです、ね、まあ、正しい教と書きますよね、まあ、オーソドックスというふうに訳されるわけなんですけれども、いわゆるそのカトリックに対するオーソドックス、政、ま、党、あ、ということの意味合いがあるわけなんですカトリックに対して、はい。はい、あくまでそのカトリックに対抗する意味合いでのこのオーソドックスなんですね。はい まあそのカトリックが自分たちが普遍であるとカトリックというのは普遍という意味なんですね。その普遍という意味に対して、うん、いやいや自分たちこそが普遍である政党であるということの,、まああこのオーソドックスなんですね。<あ>正教なんですよ、うん、で彼ら自身がこの東方正教会という東方なんていう言葉をつけたことは一度もないんです。あこれはあくまでもなんか はいと外,側の外側からの呼び名ってことでしょうか。はい、外からの呼び名です。西側からの呼び方ですよね。うんうん、あるいはそのギリシャ政教とも呼ばれますよね、東方正教会は。うん、そのギリシャ政教というのは、まあ、ビザンツを中心とする、コンスタンチノープルを中心とする、ギリシャ語で物事を運用している、公用語とするう、連中という意味での。 ギリシャ正教なんですけどもね。はい、この言い方っていうのは、まあ、西側からその言う差別的なものの言い方なんです。あこれはこれで差別的だった。はい。差別的な言い方。というのはね、この、やつらはその、ギリシャ語という一地方言語を公用語とする、そういう地方宗教にすぎないんだと。うんうん、ローカル宗教にすぎないんだと。その 普遍性というものをね持ってないという意味合いでのえギリシャ正教という、うん、こういう言い方なんですよねもともとは、はい、えただ彼ら自身はそういうギリシャ正教などといったことは一度もないんですけれどもねまあ有名なところで言うとですねこの政教は偶像崇拝の禁止ということを掲げて、はい、え西側と 大きくその対立をしたというようなこともありました。はい、ま、これがあの製造崇拝論争ですよね。うん、まあ非常にこの有名なものがあ、726年に起きました。けれども、レオン三世の製造禁止令というようなこともございました。はい、まあところがあその反動というものがあり、うん、8。世紀の後半はまたこの製造をですね。崇拝しても良いと。 いう形になり、うん、このイコン擁護派が勢力を盛り返す中で、今日、この東方正教会では、イコン崇拝、製造の崇拝というものが非常にその重んじられるという、まあ、今日のような形になってくるわけなんです。ところが、の割とこう宗教の,、はい、あの教義的には、この726年のイコノクラスムっていうのは、実はあの、はい、えっと、 正しいこと言ったような気がするんですがあの、うん、製造をっと作っちゃいけないっていうレオン3世のこの発言これはイスラム教では今もこのような気がしたりします、はい、ええおっしゃる通りですねあの7世紀にこのイスラム教勢力がですねヨーロッパに入ってきますビザンツ帝国に対する攻勢も強ま強めていきます、まあ、そうした中でイスラム教徒はキリスト教徒らの このイコンの崇拝、偶像崇拝ですね、うんうん、を更進的で邪教的であると言って、馬鹿にしたわけなんです。まあ,あの、イスラム教はですね、えー、これが交流する以前は、偶像崇拝主体の多神教がですね、信奉されてましたよね。はいまあ、この原始宗教特有の混沌というものが古くからずっと。 イスラム世界のもイスラムが勃興する前からずっと続いていたんですけれどもね、うん、イスラム教の誕生とともに、まあ、そのようなこの多神教の混沌の闇から、あ自分たちは救済をされたんだというふうに。うわこれはこれでそうなんです。暗闇からの、はいうんはい、イスラム教徒たちは捉えたんですね。うん、えだけど、このキリスト教徒はいまだにこの偶像崇拝をしてるじゃないかと。うん 非常に邪教的で遅れていいるという,ふうに嘲笑ったんです、うん、でこれを受けて、ですね、まあ、ビザンツ帝国でも、この偶像崇拝禁止の主張というものが広まっていくということになるんです、うん、それはじゃあ、やっぱりイスラムへの抵抗というか、イスラムにあのあの突っ込まれた時なかなか論破しにくいという、そういうこともあったんでしょうか、この偶像崇拝を禁止するという、このレオン3世の試みというのは。ね その通りです。うん、あの聖書にもその偶像崇拝というものは、うん、あいけないということが書いてあるすそうですよね,すよね、うん、これ正しいことをやってるんですよね、ええまあ、レオン三世としては、はい、えその通りです。それゆえに、えーまあ、自分たちもその聖書の教えを守,る、うん、守らなければならないだろうということで、えー、この、えー、製造破壊運動、いこのクラスにというものを本格化させていくと。はい いう流れになるんですでもやっぱり、イコンがないと寂しいという、そういうことだったんでしょうかええ、そうなんですね。うん、やはり、このイコンというその、あが崇める対象という具体的なものがあるということは、やはりその宗教の運営する教団の立場からすればです、ね、非常にその布教しやすいということになってくるんですね。うん でその彼ら、イコン崇拝派があの勢力を盛り返してくるわけなんですね、うん、すぐにもうこの同世紀726年、製造禁止令が発表されてから、ですねもう50年後くらいには、ですね、うん、あのイコン擁護派が勢力を盛り返してくるんですね、はい、その時に彼らが掲げた理論がね非常に面白い理論、理屈をあの言っているんですけれどもね。どんな理屈だったでしょうか えーまあ、この聖書にも言われている偶像崇拝の禁止ということ、それを乗り越える、まあ、一つの,その理屈が編み出されるわけなんですけれどもね、彼らはこういうことを言ったんです。イコンへの敬拝は、敬拝っていうのはあの拝むということです。敬や拝む。敬拝は、書かれた現像に帰すという言い方をしているわけなんです。うん、つまりそれは、はい 書かれた絵そのものを数形しているのではなくて、イコンの中に描かれた神なる霊魂を数形しているにすぎないなと。あ、それが現像ってことですね、では。そうなんです。うんうん、つまり、恋人の絵をですね、あるとして、恋人の絵が描かれているとして、この,の恋人の、そこに描かれた恋人の存在を愛しているのと同じように、イコンというのは、そこに描かれた 神なる霊魂を数景してるんだと。絵そのものを、その像そのものを数景してるんじゃなくて、そこに描かれているですね、その霊魂を数景してるんだと。こういう捉え方をしたわけなんです、彼らは。なるほど。で、またイエスを描き出すということは、見えない神を想像し、描き出す偶像とは異なるとされましてね。うん、まあ、この見えない神が、本来見えない神がイエスという、 人の姿となって、うん、それを人に見せるためこの世に現れたのであるから、うん、その姿を描いても決して偶像にはならないとこういう理屈をまあ彼らそのイコン崇拝派崇拝派擁護派は考えるようになったんですねその絵画のにおけるその素材 そこで描かれる内容というもののこの対立関係というのは18世紀以降の近代美学においてもずっと西洋でこの議論が続いていて一体美学の本質はその内容現像の方にあるのかそれとも素材つまり描かれたその絵とかあのそっちにあるのかっていうのがあの語られていったわけなんだけどそれ遡ったらこんなところに議論の,あのなんかスタート地点があるんかなっていう気がいたしました。 まさにそうなんですね。うん、まあこうした中で、その様々な、その協議の対立等あり、推移をしていく、政教であるわけなんですけれどもね。うん、その後、その分派をしていき、ロシア政教などもできるという形になってきます。まあ、ロシア政教というのは、この東方政教会の分派でありますけれどもですね。えー、今、このロシア政教会のトップであるモスクワ総主教の キリル一世という人物がいますけれどもね、はいえ。このキリル一世はプーチン大統領を熱烈にサポートする、まあ、精神的名優でもある人物なんですね。今回もこの大統領選挙の際にプーチン大統領のために必死になってその祈祷をしたとお祈りをしたというようなこともありました。この2022年からのウクライナ侵攻をキリル一世は支持にも いたしま,したまあこのロシア正教会がですね、えー、実際にはその出来上がった時にはコンスタンチノープ総主教よりもですね、えー、事実上上位の立場となりまして立場が逆転いたしましてねロシア帝国は力が圧倒的に強かったので、まあ、あ正教会の事実上の指導者としてのロシア帝国という立場に ななっていくわけなんですですから、あれわ日本人の中で、ね、正教会というと、コンスタンチノープル総主教というよりも、ロシア正教というイメージがね、すごく強くあると思うんですけれども、それはやはりこのお、まあ、政治的な力の関係でね、ロシア帝国が政教を取り仕切ったという経緯から、そういうことになっているという部分があろうかと思います。 上山先生ここでいよいよ8世紀の終わり、あるいは9世紀にかかるぐらいのところまで話が及びましたので、いよいよパート3では、はい、あのプーチンさんがこの前のインタビューでも語っていた9世紀以降のいよいよロシア、そしてウクライナの歴史というのを語っていきましょう。はいいよろししくお願いします、はい